先日社員の一人が退職代行を使って辞めました。そこで気になったのですが、海外にもそういったサービスあるのでしょうか。聞いたことないですね。なんかその辞めるのが悪いことっていうか、その善悪で悪いことであるというふうに考える人っていうのが多分日本は多いんじゃないかなと思うんですよね。あの他の国は割といい条件があったからそっちに行きたいんだよね、今までありがとうっていうと、あ、まあそりゃそうだよねっていうので、その転職が当たり前なので割とみんなそう受け止めるんですよ。でアメリカ人の生涯平均転職回数が10回だか16回だったかとかなんですよね。なのでそうするとやっぱ3年に1回とかぐらい転職をするんですよ。でそれが普通なんですよ。なので、あの、10年いますっていう人のが結構珍しいみたいなのもあったりするので、なので、あの、まあ、転職するって言っても、あ、まあ、そんなもんだよねっていう、多いんじゃないかなと思います。というわけでお疲れ様でした。